今回紹介する商品はこちら、プラムのアニテクチャ150分の1スケールペーパーキットラビットハウスです。こちらのラビットハウスは、ご注文はウサギデスカに登場する建物ですね。150分の1ということで N ゲージサイズでこのラビットハウスが作れるということなので気になって買ってみたんですが、僕はそもそもペーパーキットというものを人生で1回も触ったことがないので、正直これがうまくいくかは分かんないし、この動画がどうなってるのかも分かんないので、今僕はかなり不安な気持ちです。箱の裏側はこんな感じで説明が書いてありますね。ペーパーキットなので、もちろんこのように入っているのは紙なんですが、レーザーで切られていて、こういう模様とかも全て最初からもうできてるということですよね。これそしてこのように写真が載っていて、手のひらのサイズに乗るぐらいの小ささなので、とりあえず挑戦してみてダメだったらダメでいいかなって感じもしています。それでは中身を見てみましょう。パカッ。さあどんなかな。よいしょ。おーすげー細か。中身はこのように全てチャック付きのビニール袋に入っています。こんな感じで草とかも入ってるんですね。それじゃあ中身も取り出してみましょうか。いやーこれできるかな。中にさらに小さいビニール袋が入っていて、この中には細かいパーツが入っています。はい、こちらがラビットハウスの看板ですね。いやーこれすげー細かい。これ肉眼で見ると相当小さいんですが、しっかりこのラビットハウスの看板が再現されているのがすごいですね。とても紙でできているとは思えないぐらい綺麗な出来です。そしてココア、チノ、リゼの3人のイラストが描かれた紙もあります。切り出してスタンドのようなものを自分で作んないといけない感じかな。これも150分の1なのでかなり小さいです。そしてこれは花壇に使う草と花のパーツ、まあ、パーツというかスポンジですね。なんかこういうのはジオラマっぽくていいですね。そして窓とフェンスのパーツ、これも紙でできてるとは思えないぐらい間が細かいですね。ただやっぱり紙でできてる以上、接着する時とかも気をつけないと、再起不能になったらどうしようっていうのはちょっと思いますね。そして窓ガラスとして使う透明のプラ板も入っています。あとはこのようなとんでもなく細かいパーツがいっぱい入ってるんですが、もはやこの辺は組み立ててみないとどの部分かわかんないですね。そして建物の柱というか、表面にいっぱいある茶色い部分の表現がこれでできるということですね。紙とはいえ、まあそれなりに頑丈さはあるんですが、ちょっとでもつついたらすぐ終わりそうな感じですね。これは接着はかなり難しそうですね。残りの2枚は壁のパーツです。この紙は今までのやつよりもちょっと分厚めな気がしますね。そして最後に説明書。基本的にはカッターとピンセットとボンドと定規と爪楊枝があればできるので、特別特殊なものが必要というわけではありません。木工用ボンドでもくっつくと思いますが、初挑戦ということで失敗したくないので、細部の接着とかに便利なタミヤのクラフトボンドを買ってみました。果たしてこの写真のような綺麗なラビットハウスが完成するのかかなり不安なんですが、何事も挑戦ということでやってみたいと思います。はい、ということで1時間ぐらいかかったんですが、とりあえずラビットハウスの全面ができました。細かいのでやっぱり難しいんですが、塗装済みなので貼り付けていくたびにだんだん形になっていくのが面白いなと思いました。まあ時間はかかりますが、現時点では難しいというよりは楽しい印象の方がでかいですね。寄ってみるとこんな感じです。これ紙とは思えないぐらい綺麗ですよね。取り付けるのは結構細かいですが、この前面だけでも形になっていてテンション上がりますね。そして裏側には付属の透明プラ板を使ってガラスを取り付けています。
自分でサイズを測って切り取って貼らないといけないので、今のところこれが一番難しいかなと思いました。パーツを一通り見た上で、一番の難関はここの窓の下とかにある植木鉢というかプランターのパーツ、あれが一番細かかったので、そういうのが来るとこんなテンション上がる気持ちではいられないと思いますが、現時点ではこの作りに感動していますね。あと接着に使ったこのタミヤのクラフトボンドがめちゃくちゃ有能で、先がめちゃめちゃ細いので爪楊枝とかで取らなくてもこれでニューンって出してボンドを塗布することができるので、工作には必須だなと思いました。接着もかなり強力なので、すぐ剥がれるような心配もありません。こうやって撮影しながらやってると絶対間違えるので、とりあえず今回のこのラビットハウスは動画を撮りながらではなく静止画とかで進捗を上げていきたいと思います。それでは完成までどうぞ。はい、ということでついにラビットハウスも最後の工程に入ります。いや、ここまで長かったですね。ほとんど完成しているんですが、最後にやる作業がこちら。最初にもお見せしたこちらのラビットハウスの看板が最後のパーツです。これを貼り付ければ完成です。ボンド塗ったので貼り付けます。いや、これが最後か。よいしょ。おー、はい、ということでついにプラムの150分の1ペーパーキットのラビットハウスが完成しました。マジで完成できたことが嬉しいです。もうどう考えても無理とかそういう場所はあんまりないんですが、壁を作っただけで満足していたらその後の装飾がかなり大変でしたね。各部寄って見てみましょう。まずはラビットハウスの入り口部分ですね。この看板がつくとめちゃくちゃいいですね。やっぱりこのプランターを作る作業が一番大変だったかなと思います。窓枠とか最初は難しいと思ったんですが、今思えば全然簡単な方だったと思います。そして右側面ですね。こちら側にはここに変わった窓があるんですが、まあこれも特に変わったことはしていません。そして裏側はアニメにもあんまり出てない部分ですね。ここに掃除道具の小屋みたいなのがあるんですが、このパーツが内側に縮こまってしまってて、ここだけすごく気になるんですよね。こういうとこだけはもうちょっとなんとかしたいですね。そして3階部分はベランダっていうのかな、ここに植木鉢が4つあって、この柵を取り付けるのも意外と難しかったですね。そして左側面には出窓があるんですが、この出窓を接着するのも相当大変でしたね。面と面を合わせるといっても屋根の角度が微妙に違うので、正確な位置にやるのが大変でしたね。もう一回正面を見て、ここの屋根の内側にあるこの三角の部分っていうのかな、この部分の組み立てが初めての細かいパーツだったので慣れてなくて苦戦しましたね。あとはこの茶色い部分も屋根との隙間が開かないように頑張って貼ったんですが、今でもちょっとこの辺に隙間が開いちゃってますね。こういうとこはやり直し効かないので、まあこのままでいいかなって感じです。
あと僕が唯一省略した部分は3階と2階にあるプランターの足部分を省略しました。この足パーツがラビットハウスで一番細かいパーツなんですが、貼り付けるのも相当難しくて、こうやって見ても言われなかったら絶対わかんないと思うので、まあいいかなって感じですね。そしてココアとチノとリゼはこのように余ったガラスパーツ用のプラ板に貼り付けて立てるようにしました。これは接着とかせずに自由にいろんな場所に置けるかなと思います。ラビットハウスとハノーバー電車を組み合わせるとこんな感じです。このタイプの路面電車はこういう建物とすごく似合いますね。ゴチウサの街はフランスのコルマールという街がモデルになっているんですが、実際その街にも路面電車は多分走ってないと思うんですが、この外国の路面電車っていう雰囲気の車両とはかなり合いますね。ということで最後に少しだけハノーバー電車を走らせてみたいと思います。ということで今回はプラムのアニテクチャ150分の1スケールペーパーキットラビットハウスを組み立ててみました。作るのも結構楽しかったし、無事に完成できたのもすごく良かったので、次に届くアマウサアンとシャロの家もかなり楽しみです。良ければ高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回。